皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、今年の紅白歌合戦の司会が決まりました。有村架純ちゃんと、今日のテーマは2021年日経トレンディの今年の顔に選ばれました有村架純ちゃんをですね、取り上げてみたいと思います。あとかつてね、アマちゃんっていうドラマでジェジェジェっていうんで共演されて大人気だったノーネンレナちゃん、今は芸名をノンっていう風に変えてらっしゃいますけれどもね、この二人を占ってみたいと思います。最後までお付き合いください。そして見終わりましたら必ずいいねの高評価ボタンと、あ、いいねのボタンはね、もう今のうちにもう押しちゃってください。いいねっつんでね。で、もしチャンネル登録まだお済みでない方がいらっしゃいましたら、このチャンネル登録ってこう赤い文字で書いてありますけれども、そこをポチッと押して、スガッティ門下生になって改めてまたこの動画をね見ていただきたいと思いますんで、まずはチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本題に入りたいと思います。今日本題は2016年にスガッティがアメブロの方に投稿した占いコラムを皆さんと一緒に読み返すようなスタイルにさせていただきたいと思います。はい、それでは本題に入りたいと思うのですが、こちらはですね、過去にスガッティが投稿したアメブロのですね占いコラムなんですけれども、日付を見てみましたら2016年11月15日だったんですね。今からだから5年前ってことですね。はい、5年前に、書いた占いコラムで、これがノーネンレナと有村架純を比較という内容で、今日は皆さんと一緒に読み進めてみたいと思います。スガッティもこれ5年前に書いた文章をそのまま読み上げますんで、ちょっと今の時代と話が合わないというか、例えばこのように冒頭からね、大晦日恒例紅白歌合戦の司会に有村架純ちゃんが抜擢されましたねなんて書いてありますけれども、これは5年前の紅白歌合戦であって、あのね、今年は2021年は大泉洋さんと川口春奈ちゃんがね決まりましたけれども、まあ、毎年このね紅白の楽しみといえば、ミュージシャンの皆さんが誰が選ばれるのかっていうのももちろんそうですけれども、この司会者がね注目されてますよね。で、この年は、有村架純ちゃんが選ばれたんだそうです。このようにちょっと5年前の文章のまま読み進めますからね。映画にドラマにバラエティ番組に引っ張りだこの有村架純ちゃん、本当に大ブレイクです。どうしても比較してしまうのが、同じくアマちゃんで共演した主演のノーネンレナちゃんです。何やら所属事務所とトラブって除籍された以降、これといって目立った活躍もせず、先日久々ワイドショーで取り上げられていたのが、芸名をノンに変えて声優の仕事をしているとかってニュースになっていました。可愛くて演技力もあるのにちょっともったいないですよね。まあ、最近ではですね、この2021年現在は結構コマーシャル出演はねされてますよね。あと映画も何本か撮ってるみたいですけれどもね、やっぱりコマーシャルの岩手の純情舞とかね、あのラクセルとかね、あれ見るとやっぱり存在感抜群なんですよね、ノーネンちゃんね。あ、ノンちゃん、今はノンちゃんですけども、だからこの芸名もちょっとね、別に大吉数だからいいんだけど、ちょっとノンって大女優っぽくないじゃないですか。だから、ノーネンさんね、あの、スガッティに、これ、大女優っぽい芸名をですね、ちょっと変えましょう。もちろん、ノンは、吉数だから、別にね、間違っちゃないんですけど、まあ、声優のね、仕事だけだったら、ノンでもいいんでしょうけども、だから、声優のお仕事するときは、ノンでいいんじゃないですか？で、女優のお仕事とかね、コマーシャルのお仕事とか、今後、されるときは、この、ノンだと、大女優の、こう、風格というかな、ないので、スガッティに、ぜひですね、芸名、設計させてください。ご連絡お待ちしてます。この動画の説明欄にお問い合わせお申し込みはこちらという形で URL 貼り付けてありますんでね。そこポチッとすると、スガッティの LINE に直通で繋がりますんで、ノーネンさん自身でもいいし、マネージャーさんでもね、社長さんでもいいですから、ぜひ、芸名のね、改名をご連絡お待ちしております。はい。スガッティもね、あとスガッティのお客さんで清水くんっていうのがいるんですけどもね、彼もね、すごくノーネンちゃん大好きなんですよ。で、自然堂に来ては、ノーネンちゃんが歌ってる、あの、キリンジのね、まるで僕らはエイリアン、禁断の実を奪ってはっていうね、曲。それをね、あの、ノーネンちゃんが歌ってるバージョンがあるんですよ。その YouTube、ちょっと今日も見せてくださいとかって言って、あの、お店でね、あの、キリンジの歌のあの、なんだっけ、エイリアンっていう曲だよね。あれのね、ノーネンちゃんバージョンを聞いて、ウイスキーグラスを傾けてるわけなんですよ。はい。とっても歌声も美しいんですね。だから歌に演技にお芝居に、そして声優のね、お仕事もきっと上手なんでしょうからね。はい。ぜひ今後は風格のある女優名をですね、スガッティに設計させてください。はい。読み進めてみましょうか。
今回は主役なのに転落してしまった能年玲奈ちゃんと、脇役なのにブレイクした有村架純ちゃんを画数の観点から比較してみましょう。数字ってつくづく不思議なんですね。これがアマちゃんの頃のね、能年ちゃん、まだあどけないですよね。可愛いですよね。そしてもう本当にトップ女優の仲間入りですよね。はい。じゃあまずは有村架純ちゃんから見てみましょうか。ちょっと5年前の書式なので、ちょっとね、今とは違って健康運とかもほら書いてないんですけどもね。はい、13、16、16、19の32画なんですね。32画は男女問わず本当に成功者の多いラッキーガール数です。例えば宮沢りえちゃん、森高千里ちゃん、早送りで全員読み上げますよ。松雪泰子さん、松下由紀さん、高市早苗さん、野田聖子さん、板野友美ちゃん、結城まみちゃん、内田俊美さん、天海由紀さん、小谷美加子さん、岩崎京子さん、男性だと福田武雄さん、赤石浅間さん、中井正宏君、坂井達樹さん、江原、何さんって読んだっけこれ、オーラのね、江原さん、原辰徳さん、松坂大輔選手、大山正さん、猪熊功さん、大川隆法さん、羽生善治さん、哲夫さん、北島三郎さん、杉良太郎さん、谷村新司さん、和田健さん、太田直子さん、菅原文太さん、名倉潤さん、他、もうね、まだまだ書ききれないほどの成功者を輩出している超大吉数なんです。多分、スカッティが集計している限りでは、もう最も成功者や著名人、有名人を輩出している成功者数なんですね。自分の実力以上に、自分が頑張った以上の成果がひょんなきっかけで転がり込んでくる棚からぼた持ちな人生です。それゆえ運も実力のうちといって、自分の実力を勘違いして天狗になってしまいやすいのですが、これだけ売れればね、もはや運だけではなく紛れもない実力ですよね。そしてピンチに強い逆転数であり、若々しさの象徴でもある16画が内面と外見に2箇所ありますから、裏表がなく明らかんとしたハッピーな性格で周囲を明るく照らします。またチャラ男とチャラ子の16画といって、歳を重ねても少年少女っぽい面が残る数字なのと、あと水商売数の19画との組み合わせにより、ちょい悪とか元ヤンっぽい感じになりますから、例えば映画ビリギャルみたいなね、主役でしたけれども、こういった役柄が出世のきっかけになったと言えます。この19画という数字は芸術芸能に向いている数字ですので、うまく磨けばミュージシャンとか芸能人とか、あるいはアーティスト芸術家ですが、磨き方が足らないと飲食業界や芸者芸妓、またはホステスやコンパニオン、そして道を間違うとソープ嬢やピンサロ嬢みたいなね、風俗嬢になりやすいので注意が必要です。スガッティの周りのね、飲食店仲間の画数を数えますとですね、とっても19画持ってる男も女も多いんですね。はい、やっぱり水商売数なんですけれどね。あとはやっぱり美人数ですから、このようにね、美人数19画と、そして若々しさの16画を合わせ持つことで、年齢重ねてもいつまでもね、若くて可愛らしい美しい女性でいられるんですね。それと13、16のアイドル数も持ってますよね。13、16、16か。で3つも持ってるんだから、やっぱりこれはもう人気者になるんでしょうっていうようなもう数列ですよね。こうなると影響はしていませんって書いてありますけれども、この人気者数13画もね、少なからず間違いなく影響を及ぼしてくれてるんだと思います。そして、あ、違うな、どこまで読んだ？あ、ここだ。今のところ有村架純ちゃんは数字のそれぞれ長所ばかり上手に発揮できています。天狗になるとカフェかスナック経営になりそうなので、このまま自分を磨き続けて日本で大女優を目指してほしいですって書いてありますけれども、もう5年後の現在2021年の段階ではね、もう完全に大女優ですよね。はい、続きまして能年玲奈ちゃんです。これ多分本名がこれなんだと思うんですけども、前の事務所がこれをね、なんか使用権みたいなのを持っちゃってることによって、その事務所を除籍されたことで、このまあ本名も、まあなんていうかな、ブランド名みたいなもんで、これ使えないということで、まあ昔ね、加瀬大衆さんがね、そんなことありましたよね。今は、ノンという芸名でやってるそうなんですけれども、まあ本名を見てみますと、これがですね、続いて、能年玲奈ちゃんを検証してみます。素質を決める内角の部分には、有村架純ちゃんと同じく、ピンチに強い若々しさの16画。ですから、年を重ねるごとに、どんどん若返って美しく見られるっていうのは、わかるような気がしますよね。しかしながら36画との組み合わせにより、6系列の負の局面が強烈に影響したんですね。16、36という形で、6系列を2つ持つことによって、どういった負の面が強烈に影響するかというと、1つは優しいとかね、お人よしっていう面が、その優しさにつけ込まれて、世間知らずで騙されやすく裏切られ、まあ、利用されてしまう恩をあだで返される人生になってしまうんです。そしてプラス思考で前向きなはずが、世間を舐めたただの楽観になってしまったりするんですね。楽観はプラス思考ではなく単なる不注意です。実際能年ちゃんがこうだったっていう話じゃなくて、下一桁6系列のお話してるわけなんですけどね。はい、総括36画は私のスガッティのコラムでも何度も取り上げているちょっと中和事件中和喧嘩のスキャンダルスな数字で、まあ、例えば片岡愛之助さんとか、夫と読み上げそうになりましたが、まあ、これのちょん切り事件とかね、あったんですよ当時。まあ、
コラムにも書いてるんですけれどもね。あとは、リベンジポルノの、まあ、三鷹女子高生ストーカー、こういった事件とか、あとはこういった事件の高畑裕太さんの数字だったりするんですね。他にも36画は、公然わいせつの草薙剛さんとか、AV 女優で孤独死しちゃった飯島愛さんとか、この人もね、隠し子。まあ、片岡愛之助さんも隠し子ですけれども、この人も、市川染五郎さんも隠し子とかね。DV の牧クロードさんとか、いろいろ VV やってそうな諸星くんとか、もっといろいろしゃぶしゃぶやってそうな、なんてこと言ってるんでしょうね。まあ、VV に対してしゃぶしゃぶなんでしょうけども、やってそうなね、新庄剛志、新監督に就任されましたね。5年前はそんなこともつゆ知らずこんなこと書いちゃってすいません、本当に。まあ、やたらとね、異性トラブルとかね、いろいろトラブルが多い、まあ、数字だったりするので、本当に危険な数字なんですね。そして全てを瞬時にして失うリセット数20画もありますから、事務所トラブルをきっかけに仕事をほぼゼロに失ったことも、やっぱり数字の通りなのかなと、うなずけたりもしますよね。今後は収入も人脈もゼロに近づいてしまいます。この20画っていう数字はね、本当に依存症の働きも持っていて、それを対人運に配置されていますから、例えばマネージャーさん、まあ今は独立して事務所の社長なのかなとわからないんですけども、まあその人に依存しすぎたことが転落の原因かと思われます。まあ店員とはね、一概に言い切れないんですけれどもね、まあ独立して良かった部分ももちろんあるんでしょうけれども、この5年前の時点ではね、ちょっと転落かなって思われた部分があったもんですから、このように書いちゃったんですね。さらに極めつけが、名字の合計数と名前の合計数が同じ数字で揃ってしまう、天地同格というね、最強タブーな数列なんです、これ。天地同格は、例えば育休国会議員で妻が出産中に不倫して、で、議員辞職した、これ不倫2回目ですけれどもね、今2回目のね、不倫をして反省中の、この宮崎健介元議員のコラムで詳しく書きましたが、何事も崩壊する最悪の数列なんです。他にも、AV 女優に落ちぶれてしまった坂口杏里ちゃんの母親で、短命の坂口良子さんも天地同格を持っています。しかも、能年ちゃんの同格同数18画は、戦う戦士という武闘派の数字ですので、狂気などによる傷害暴力事件に発展しそうで怖いです。これは別に、能年ちゃんが暴力を振るうっていうことではなくて、暴力振るわれる側にね、なってしまいそうなんですね。もちろん能年ちゃんあんなにね、穏やかでおっとりしてるから、戦う戦士とかね、武闘派とは遠遠い存在に思われるかと思うんですけれども、実はこういう被害に遭ってしまいやすい数列なんですね。ロレンちゃん、伸び悩む元凶は画数にも多いね、元凶ありますから、解明するのは正しい判断でしたが、だからといって何も論にすることはないでしょうよって、5年前も言ってますけども、まあもしね、事務所移籍して泣かず飛ばずで悩んでいましたらね、自然堂に来てみてください。正しいアドバイスを親切丁寧にご説明します。ここにはね、無料でって書いてありますけれども、ちょっと当時は無料でやってたんですけれども、コロナ以降は、ちょっともう、LINE 占いと、来店占いの場合も、有料の5500円でやらせていただいております。能年ちゃんぜひですね、今後、大飛躍する芸名をですね、スガッティの方でお手伝いさせていただきますので、能年ちゃんご連絡お待ちしてます。ちょっと本文内で、ちょっと失礼な文章もありました。ごめんなさいね、お許しください。そして、有村架純ちゃん、今後の、ますますのご活躍を、期待しております。スガッティね、有村架純ちゃんも能年ちゃんも大好きなんで、はい、二人とも応援してます。はい、今日はこんなところでございます。皆様からのですね、リクエストやご質問などもお待ちしております。動画のコメント欄の方にお寄せください。そして見終わりましたら必ず忘れず、いいねの高評価ボタンとチャンネル登録まだお済みでない方はですね、ぜひチャンネル登録を忘れずよろしくお願いいたします。スガッティね、チャンネル登録者数3000人を目標に今頑張っております。ぜひとも皆さんの応援が必要でございます。よろしくお願いいたします。YouTube を開くとこのね、赤い文字でチャンネル登録ってあるんですよ。そこをポチッと押していただくだけでいいんです。ぜひともよろしくお願いいたします。スガッティチャンネルをね、チャンネル登録すると、スガッティ文科生になって、このように過去動画や、これから配信される動画をですね、何十本か見ると、その頃には皆さんも見るだけで楽しく覚えられる姓名判断チャンネルでございますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。Na na 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 na